はい、本日はですね、2021年買ってよかったもののトップ9をご紹介していきたいなというふうに思います。ということで今回はですね、ランキング順ではなくてですね、この1年間買った中でこの9つ良かったよというところね、ちょっと正直順番つけられへんかったんで、とりあえず9個ご紹介します。でその中でこの視聴者さんの中でね、あ、俺これハマってるなとか、あ、俺にこれ合いそうやなっていうのをね、見てもらったらいいかなと思うので、僕の中でね、ほんまちょっとランキングちょっとつけれなかったんですよ。だからそれぐらいこう結構気に入ってるのがあったりしましたんで、この2021年のね、買ってよかったものシリーズの最後を締めくくるにはね、めちゃくちゃええんちゃうかなということで、この9つをご紹介させていただきたいなと思います。ちなみに今回はですね、ノースフェイスのっていうよりかはもう全部の中で良かったものっていうのを紹介します。で明日にノースフェイスの良かったものっていうのを紹介しますので、このまま立て続けに撮影します。だからどうしてもノースフェイスが見たいっていう方はね、明日を待っていただければいいかなと思うんですけども、もうそれ以外の日用品もそうやし、ファッションもそうやけど、何が良かったんかっていうのをね、ちょっと話をさせてくださいよということで、本日の流れとしてはですね、僕が買って良かったものを9つパン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 と言っていきます。でまあ理由もね、サークルとお話ししていったりするんですけども、今年は特にいろんなことにね、手出してましたからね。バイクとかね、まあ後ろにヘルメットあったりするけどね、まあまあそんないろいろやったんで、まあそんなところでいろいろお話ししたいなと思うんですが、まずじゃあ一つ目いきましょう。一つ目っていうのがですね、こちらのゴアのパンツで、実はこのパンツは動画で紹介してないんですよ。でなんで紹介してないのというと、特にそんなかしこまった理由はないんですけど、なんかパーって見とったらですね、ちょっとバイク用のパンツ欲しいななんて思ってたりした時に、これバイク用とかなんでもないんですけど、ゴアテックスのね、ウィンドストッパーのパンツなんですよ。こんなん風通さへんし、実際履いてみてもね、結構スリムな感じだし、あ、これいいやないのと思ったら値段も安いんですよ。なんでこれで1万円切ってんのと、確か6000円か7000円でこのゴアウィンドストッパーのパンツ買えるんですよね。これどこのメーカー出してんのかなってわからないんですけど、ここ一応ちゃんとね、ゴアウィンドストッパーってこの赤のタグ入ってるでしょ。だからね、ちゃんと風も通さへんし、まあ、生地自体がね、そんな分厚いもんじゃないんで、まあ、秋とかね、春とかね、夏とかにはね、めちゃくちゃ活躍しそうやけど、まあさすがにね、これ真冬ではあんま履かへんねんけども、このゴアウィンドストッパーが6000円7000円で買えるのという衝撃でね、こちらはまあ買ってよかったんじゃないかなと思います。圧倒的にコストパフォーマンスやばいでしょ。シルエットも綺麗やし、ね、しかもなんでこれでゴアウィンドストッパーで6000、7000出せんのって、もうさっきから同じことしか言ってへんけど、まあ、それぐらい驚愕するぐらいのね、クオリティなんで、こちらをね、紹介させていただきました。だからまあ、風通さへんっていうのが、もしかしたらランニングとかする方はちょっと微妙かもしれないですよね。あんまランニングとかしてる時とかって、こうやっぱ風通した方がね、こう蒸れたりとかするので、まあ、風通した方がいいとは思うんですけども、まあ、風通さん方がいいっていう方、例えばなんか河川敷で散歩するとかね、そういった方にはね、ほんぴったりかなと思います。で、しかも結構ストレッチも効いてるからね、履き心地もいいんですよ。これ結構穴場ポイントでしょ。これ一発目から持ってくるかと、なかなか通な持ってくるやないか、タクゾー今回はっていう感じだと思うんですけど、まずこれが一つ目ね。で二つ目っていうのがこちら後ろにありますけど、バイクね、やっぱり良かったねっていうのも、まあ、これパッと見てもらったら分かるかなと思うんですけど、もうマフラーとかもね、ええ感じで焦げ付いてきたんですわ。でまあ僕がバイクをね、納車させていただいたのが8月やったんですけども、8月からね、4ヶ月経過したっていうことで、いろいろメンテナンスもしてるし、なんやったら若干カスタムとかもいっぱいしてるんですよね。でなんかハンドル周りとかに見たことないスイッチとかがね、いっぱいついてたりとかしてますので、まあそれはね、またおいおいちょっとお話ししていきたいなと思いますし、さらにマフラーも変えてるから、やっぱ音もね、低音のドドドドドっていう音になってるから、やっぱかっこいいんですよ。だからね、ちょっとその SR を使ってね、 PV とかもまた撮ってみたいななんて思ってますので、まあバイク好きの方とかはね、楽しみにしていただければいいかなと思いますし、正月ぐらいね、なんか軽くちょっとツーリングでも行こうかななんて思ってますので、またその辺もね、動画にねしていきたいなと思いますので、楽しみにしておいてくださいということで、まあバイクはね、僕の視聴者さんでも最近乗り始めたよっていう方も多かったり、もう元々乗ってるよって方も多いんですけど、結構バイク乗りの方いらっしゃるんですよね。だからこれはね、ほんまにもう、まあ男の趣味ですわ、完全にね。まあこれは買ってよかったかなと思います。ちなみに細かいんやけどね、1000円でね、買ったバイクの時計があるんですよ。それもね、時計ワンポイントパッてハンドルのとこにあるんやけども、それも可愛いんやけども、ちょっとアクセントになってるでしょ。でいちいちこうハンドルとかでね、こう手首の時計パッて見返さんでもね、もう運転しながらパーって時計見えるんで、時間も明るしということで、まあちょっと変更はね、ワンポイントなんですけどね、まあこれは詳しくまた言いますわ。ちょっと一旦これということで、2つ目これね。で3つ目が何かというと、こちら香水になってます。たまにね、僕いい匂いしますねって言われたりすることあって、その時は大体これつけてます。イソップのね、香水です。でイソップってまあ前々から知ってて、夏場ぐらいかな、なんか結構高めのキャンドル買わせてもらったっていう話したんですよね。買ってよかったものの時に言ったんかな、なんか2万円ぐらいするやつで結構高いやつ買ったんですよみたいな話してたんだけど、その時にこの香水の匂いがね、なんか買い物袋に店員さんがこうやってプッシュしてくれたんですよ。こうやってピュッ、いい匂いしますね、プシュッてやってくれたんですよ。で家帰ってからもうずっと匂いしてたから、もう忘れられなくなって、電話して店員さん振ってかけてくれた香水あれ何ですかって聞いて、
聞いて、そしてこれネットでポチりました。まあ、なのでちょっと何かは分からないですけど、同じものはね下のリンクにあるかなと思いますので、そこから見てもらったらいいんですけど、僕らね夫婦ね兼用で使ってるんですよ。だから嫁もこれ使ってるし、で僕も使ってるしということで、結構減りは早いんですけどね、もう半分ぐらい減ってきてもってるから、またね買い足さんとあかんのですけどね、これぐらい、これこんだけなくなるぐらいね結構使ってますので、これはあのお気に入りの香水です。香水もねいろいろ買ったんやけど、今んとこはこれに落ち着いてますね。まあ、半年ぐらいずっとこれ使い続けてるんですけど、こちらイソップの香水が、買ってる方も3つ目です。で4つ目っていうのがですね、やっぱりこれかな、ホカオーネオネのスニーカー。これ実はね、ホカオーネオネのスニーカーって2020年、去年もね違うタイプランクインしてるんですけど、これ何がいいかっていうとね、僕旅行の時絶対これで行くんですよ。でなんでこれで行くのっていうと、まずそもそも履き心地やばそうじゃないですか。でめっちゃクッション性いいし、ちょっと汚いからあれやけどね、クッション性いいから歩きやすいし、ほんでなおかつどんな服にでも合うでしょう。まあ黒とかやからどんな服にも合うじゃないですか。でさらにもう一個言うと、雨とか降ってきても防水やから全く濡れへんし、この一足あるだけでね全部完結するんですよ。だから特に旅行の時とかはもうこれめちゃくちゃ重宝するんで、やっぱ歩く距離とかもね結構多くなったとしても、あ全然疲れへんなってなってくるんですけど、バンズもいいんやけどね、バンズにするとねちょっと疲れる、やっぱりね一日歩くとちょっと足痛いなってなってくるんやけど、他のものではねならんから、やっぱこれすごいなと思ってね、2年連続このトップ10に入っております。まあ正直形はねそれぞれ皆さんお好きなやつがあったりすると思うので、今回のはどっちかっていうとちょっと登山要素が強いんで、あんまお好きじゃない方もいらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、そういう方はねチャレンジャーローなんとかってやつ、その2020年のモデルやったらもうちょっとシンプルやったと思うんですけど、やっぱり他のものはね良かったですね。特にゴアのモデル、ゴアの他のものではちょっと騙されたと思って1個買ってくださいよ。もうほんまにねビビると思いますんで、まあ、また多分2022年もね出ると思うんですよ。だからまたその新しいモデルをね買い張ったらいいと思うんですけど、もう1月か2月に、ね、出てるんで、もう来月再来月には出ると思いますのでね、まあ、他のようなねゴアテックスが気になるなっていう方はまた来月ぐらい狙ってみたらどうかなと思います。多分僕も買うと思いますけどもね、そんなところで4つ目ということで、で5つ目が何かというと机ね、作業机。僕まあこうやって作業 YouTube やってるじゃないですか。でまあ作業する時とかにやっぱずっと座りっぱなしになってるとね、やっぱ疲れるんですよ。だからねボタン1つでね電動の高くなったり、そしてまた低くなったりっていうのをね自分の好みに設定してるんですよね。第4段階まで、第1段階はスタンディング姿勢で、第2段階は座った状態のちょっと高め姿勢ということで、ほんで3段階目はもうちょっと低い姿勢になるんですけど、これは何かっていうと、まあ書いたりとかするとき、なんか文字書いたりとかするときはこの3の姿勢にする。で4の姿勢は何かってもう1個低くなるんですよ。でその時何してんのというと、ひたすらタイピングするとき、もうずっと前見てピーってタイピングするときはこの位置なんですよ。だからぴったり4が合うようにしてるんですよ。っていう感じで自分に合う高さを合わせれるんで、これはねあのほんま導入してよかったなと思ってます。僕の場合足だけ買って、天板はまた別のねあの木材屋さんであのオーダーメイドしたんですけど、これはもうずっと使っていこうかなと思ってるぐらいね気に入ってますので、あの買ってよかったなと思ってます。で次がですね日本酒。これちょっと騙されたと思ってね、特に日本酒があんまお好きじゃないっていう方ももちろんそうやし、いやめっちゃ好きやねんっていう方もそうやねんけど、言うてちゃんとした寿司屋もあの直で出てるような、もう値札ないですよ、ここ大丈夫ですかみたいな寿司屋で出てくる酒なんですよ。ほんでそんなやつちょっとお高いんじゃないのと思ったりしたら、その 750ml とかでも、まあ、1000円2000円ぐらいで買えるんでね、これは結構飲みやすいんですよね。しかもだからあんまりガブガブ飲んだらあかんないんですけど、ピーヒャラピーヒャラしてね僕の嫁みたいに帰れんくなるからね、それはちょっとやめてもらいたいなと思うんですけども、まあ、それぐらい飲みやすいんで、日本酒あんまり興味ないねなっていう方でも飲めるし、いやめっちゃ好きやねんっていう方でも、あ名酒やなってなったりすると思うんで、これはねちょっと一回飲んでみてくださいよ。まあ、ただお酒はねほどほどにしてくださいね。特に年末年始の忘年会シーズンはほんまにもうやらかしてるでしょ、みんななんか記憶ないとかね、ちょっとリバースしちゃったとかね、どっかで寝てたとかね、みんなそんなあると思いますので、僕もちょっとやらかしますので皆さん気をつけてくださいということで、でその次行きたいなと思います。その次何かというと、やっぱキャンプね。キャンプも良かったですね。でキャンプってね、僕今まで何がいいかってあんま分からなかったんやけども、ついこの間あの僕アパレル店員やってきたんですよ。でまあその動画はね後々出すんですけど、そのアパレル店員やってる時に視聴者さんもね買いに来てくれて、バーって喋ってるじゃないですか。でキャンプってやっぱり焚き火っすよねってなったら、そうなんすよねって言われたから、やっぱ焚き火なんやなと思ってて、で焚き火することってね、まあまあ別に焚き火まあどっちでもいいかなとかって思うけども、やってみてくださいよ。めちゃくちゃ癒されるしね、もう何時間でも見とけれる。でまたそれを囲みながらね、なんか男同士で酒飲むのとかもいいなとかって思ったりするし、僕はね来年年明けぐらいに3月とかぐらいかな、美容室の尾瀬さんっていう方と一緒にキャンプ行こうって言ってるんで、その時にねちょっと焚き火を囲んで今 YouTuber の未来とか美容師の未来とかちょっと語ってみようかななんて思ってるんですけど、やっぱそれぐらいね僕の中でキャンプで何が良かったっていうのは焚き火なんですよ。だからまあ買ってよかったっていうのは焚き火台ですかね。で特にスノーピークのやつとかってほんま10年とか20年とか持つらしいんで、本当に1回買っとけば長く使えるし、もし仮に買って微妙やなと思ったら売れば結構高い値段で売れたりもするんですよ。だから変にね中途半端なわけわからないんですかってね、売ることもできひんし、かといって
って使うこともないしっていうのが一番もったいないから、まあ、ちゃんとそこそこええの買っといて使えばそのまま行ったらいいし、使わんかったらもう売ったらいいやんっていうことでね、あのスノーピークの焚き火台良かったかなというふうに思っております。という感じでね、7点来たんですけど残り2点ですよね。2021年かいろいろ買ったけど何が良かったって言われるとこちらですわ。ズドンスブのサンダル、これもね良かったですよね。で僕の視聴者さんでもめっちゃ買ったっていう声聞くんですね。これ買いましたよってことでめちゃくちゃ聞くんですけど、それぐらいこれはねちょっとビビりますよね。特に履いた瞬間全然知らなくてめっちゃ履き心地いいですよって言って、って言ってこうだましだましなんかうさんくさいひげ生やしてなんか金髪やってるのほんまかいなと思って入れた瞬間足入れてやばってなるじゃないですか。これ合法でいただいていいんですかと、完全決まっちゃってるけど大丈夫ですかと思うぐらいのねあの履き心地になってるんで、でそれがまあ言うたらこれオリジナルのやつだったらね4000円とか5000円で売ってたりするし、そんな値段高くないんですよ。だから結構低価格で決まれるというかね、低価格でドン決まりするというかね、まあ、そういうねサンダルになってるので、あんまり冬にサンダルってこうイメージなくて、どっちかというとブーツってイメージだったんやけども、あ冬のサンダルってこれスブちゃんいい働きしてるじゃないのということでね、これあの一足持ってみてもねいいかなと思います。でもし迷われてる方はね一回家で履いた方がいいと思います。っていうのもねこれ外履きしちゃったらねもう外でしか履けんんですよ。ほんまは裸足で履いてほしいんよ。特にこの中側のこの起毛してる感じね、あもう汚いわあかんわ、汚いからあかんけどもね、これを感じようと思ったらねやっぱ裸足で履かんとねあれやからね。僕はもう何遍も言ってるんやけどやっぱ裸足で部屋履きしといたらよかったなと思うけど、もう一回外で履いちゃったらもう外用になっちゃうから、まあそういうことでねちょっと出かける時ももちろんそうですし、あとまあ部屋とかやったらねずーっと履けるんですけど、まあそれが良かったかなと思いますが、まあレビューの時にも言ったかなちょっと覚えてないんですけどもね、やっぱ自転車こいだりとかこうグッて体重かけたりするとこうずれるんですね、ズルンズルンって滑るんで、まあそういうタイプじゃないんでね、まあほんまにこうサッと履くぐらいの感じなんですけど、これがね8個目です。では次9個目ラストいきましょう。ラスト何かっていうとねこちらです、アークテリクスアルファ SV。 これも最高峰にして最強のマウンテンパーカー、まあ、シェルになってるんですけどね、まあ、これのね僕が一番好きなとこ何かっていうと、僕基本ね傘刺さないんですよ普段で、傘刺さへんくてお前変わってんなって感じなんですけど刺さないんですよね。でその時どうしてんのっていうと、こういうジャケットをこうフードまでかぶってチャリンコ乗ったり歩いたりしてるんですよ。やっぱチャリンコの時とかってね傘刺して危ないじゃないですか。だからもうフードかぶってギュッて閉めたらねもう全然濡れへんし、でちゃんと両手も使えるっていうことでねやってるんですけど、その時の雨はじく音やばいですよ。なんかパチ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 っていう音聞こえるんですけど、この生地感のちょっと肉厚めな生地感に対して雨がパチパチ弾く感じ、これも合法でいいんですかと、ちょっとやばくありませんかなんて思うんですけど、そもそもこれもうねゴアテックスのプロっていうモデルなんですよ。唯一僕ゴアテックスいっぱいある中でもプロって1個の1個しかないんですけど、ほんまに超極限のね状態でも使えるっていうようなほんまにハイスペックモデルになってるんで、まあ、極限の状態は僕ないんですけどね、やっぱり10万するねマウンテンパーカーにはね10万の価値あんねんなっていうのをね実際手にしてるのは分からへんじゃないですか。で僕も今まで高いなとは思ってないんだけど、実際手にしてみたらね、あそうこれはやっぱちゃうわっていう、まあ、その代わり何個も何個も買うもんじゃないんやけども、1個持っとったらねそれだけで満足できるようなあのシェルジャケットかなと思うんで、こう僕のチャンネルの視聴者さんってね結構シェルをこう買い出していっぱい持ってるって方もいらっしゃったり、まあ、これから何買おうかなとかって思ってはったりする方もいらっしゃるんですけど、まあアルファ SV すごいよね。やっぱり値段ももちろんすごいけども性能もねすごいなと思います。でしかも家で僕洗濯もしますしね、あの取り扱いも楽やから、まあそんなところでこれが最後ランクインしました。はい、ということでね、まあ僕2021年の買ってよかったものっていうのをずらっと紹介させてもらったんですけど、いろいろ考えました。でいろいろ考えたんやけども、やっぱりこの9つかなと、もう1個ね探そうと思ったんやけども、無理やり10個にするやつもう1000でええと、もう9でええんよと、だいたいいい数字って奇数なんよってことなんじゃないですか。だからもう9でね終わらして、続きはねノースフェイスのもう明日やりますので、ノースフェイス買ってよかったもののトップ5っていうのはね明日の動画でまた楽しみにしていただければいいかなと思いますので、本日はですね2021年買ってよかったものを9選をご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。